アンリアルエンジンのメタヒューマンを使ってバーチャルスタジオを作ってみました。全て CG で作られていてリアルタイムに動かしています。何分一人で演技しながらスタジオの操作をしてますので、途中しくじったりするかもしれませんが、まあ、その辺は多めに見てやってください。それでは説明をしたいと思います。おっと。それでは、このモニターを使って、スタジオの説明をしていきます。システムの、特徴なんですけども、エピック社のアンリアルエンジンというですね、本来は、ゲームを作るためのソリューションなんですけども、その機能の中にですね、この私のキャラクターなんですけども、これを作るメタヒューマンというのがありますが、それを使った VR スタジオになります。で、全てが CG で作られていますので、まあ、大掛かりな撮影スタジオが不要ということになります。実際今の私は普通に椅子に座ってパソコンの前にいて、まあ、演技をして操作をしているという感じになります。で、こういった VR スタジオで必要なグリーンバックとかですね、ブルーバックの合成がありませんので、色調整っていうのに困ることがありません。通常はですね、やっぱり実写と CG を、まあ、合成したりするんですけども、結構これが難しくてですね、それがまあ今回いらないっていうことなので、非常に楽に色調整が可能になってます。で、あとはスタジオですので、まあ、映像とか静止画とか、まあ、そういったメディアの入力や出力というのができるようになってますし、まあ、あとはですね、今このスタジオをですね、キーボードとマウス、タブレットで操作してますが、まあ、そういった外部制御に対応しております。で、このシステム自体はですね、1台の PC で動作しています。非常にシステム的にはすっきりしているものです。次がですね、映像の、まあ、入出力、まあ、とあとはコントロール系の説明になります。普通は、まあ、映像入力というと、まあ、一般的には SDI とか、HDMI を使ったりしますが、今回はですね、ニューテック社の、放送用の IP プロトコルである NDI というものを使っております。これはもうネットワークで、全てが済んでしまうもので、結構、まあ、映像のやり取りが楽になっています。で、ここでちょっと、実際にそちらの NDI のソースを表示したいと思います。ちょっと画面を、切り替えます。ちょっと別のものが映ってますが、まずは最初に、ちょっと別のパソコンからちょっとですね、テスト信号をちょっと出しています。これが709ですね。こうランプとか。で、こういったものをネットワーク越しに、持ってくることが、可能になってます。ちょっとカラー場だけではちょっと物足りないので、ちょっとベランダにですね、NDI 出力のカメラがありますので、ちょっとそっちに切り替えたいと思います。変わりましたね。ちょっと手が届くかな。こんな感じです。本当映ってるのは立派な桜の木なんですけども、ちょっと季節が悪いですね。何も映ってません。はい。で、ここでちょっと、元に戻します。その下にありますですね、GFX インプットってありますけども、これはまあグラフィックス、静止画のインプットになります。この後ろにあるスライド自体も、パワーポイントで作ったものですが、これを、静止画で書き出して、まあ、このシステムの特定のフォルダに、まあ、入れてしまえば、あとは良きに計らいで、こういったスライドの、動きができるようになっております。ずっとやってますけども、こうやって進めたりバックしたりとかっていうのができるようになっております。で、こうして作られたコンテンツの上にですね、DS 系レイヤーということで、冒頭にも出しましたが、こういった、タイトルとかテロップとか、こういったものですね、こういったものを上に重ねるといった、レイヤーが搭載されております。で、出力に関しては、同じように SDI、HDMI だったりとか、NDI のアウトプットも、できるようになっています。で、この他にですね、YouTube とか、そういったものに、配信のためのストリーミングのアウトプットや、あとはこれご覧になっている、映像ですけども、一旦ファイル化して、それ YouTube に上げてますが、そのファイルを今記録していると、いうことになっております。で、下は REST API シリアルってありますけども、この辺はですね、外部とのサーバーとのやり取りで情報を取ってきたりとか、あとはコントローラーで外部制御をしたりとか、そういったもののインターフェースになります。で、リアルタイムにライブ配信やファイル記録に対応ということで、ストリーミングに関しては、RTMP、YouTube ライブだったり、Facebook だったり、そういったものを配信用にのプロトコルに対応してますし、あとはですね、最近なんですけども、放送用のもっとですね、リアルタイムといいますか、遅延が非常に少ないプロトコルで SRT、セキュアリアラブルトランスポートっていうのがあるんですけども、そういったものにも対応しております。で、レコーディングアウトプットは、MP4 だったり AVI、MOV などに対応しております。で、ちょっと、今からストリーミングアウトプットということで、YouTube にこの映像をですね、ちょっと流してみたいと思います。ちょっと画面を切り替えます。よいしょ。はい。これがですね、YouTube の、配信の管理画面ですね。この画面自体ですね、他のパソコンから NDI 経由で、ここに移しております。で、ちょっと配信にはですね、ちょっと時間がかかりそうなので、あらかじめ、ですね、スタートしてみたいと思います。スタート。配信に必要な、パラメータといいますか、情報なんですけども、基本的に、ここにあるストリーム URL というものですね。これ皆さん同じだと思いますが、で、それとその上にあるこのストリームキーというものですね。これを、設定をして、配信ということを、ボタンを押してしまえば、YouTube に送られているということになります。もうすでにここに映ってますので、この上のライブ配信を開始というボタンを押してしまえば配信がスタートということになります。本日は、2023年1月10日ですね。時刻は、午後3時4分になります。このスタジオはですね、一応東京にあるという想定になってまして、画面の奥ですね、スタジオの奥は西を向いているということになっております。で、ちょうどですね、影がちょっと斜めに入ってますけども、一応この時刻と、月日が太陽の動きと連動してまして、今ちょっとこの時間なのでこんな感じで日が傾き始めたっていう感じですけども、これが夜になると全く空が暗くなるような、仕掛けになっております。で、これにですね、一応ちょっと上の方に、お天気がずらずらって出てきましたけども、これは一般的にティッカーと呼ばれるものですね。よくあるのが、株価とか、あとはニュースのヘッドラインとか、そういったものをずらーっと流していくものですけども、これはお天気なので、お天気ティッカーと呼ばれるものです。で、このお天気の、各地のお天気のマークなんですけども、これ適当に貼っつけてるっていうわけではなくてですね、気象庁のサーバーにですね、実際にアクセスしまして、そこから JSON っていう、お天気情報になっているものをちょっと取り寄せて、その中を解析して、実際にこれ明日の天気ですね、をアイコンに当てはめて表示しているということをしております。一応今日の天気も同じように取得していまして、今日晴れなので、外の天気も晴れというような動きをしております。で、せっかくなので、このスタジオの屋上にですね、お天気お姉さんを用意してますので、ちょっと呼び出してみたいと思います。お天気お姉さんの鬼ヶ原さん、鬼ヶ原さん、映ってますよ。大丈夫ですか？失礼いたしました。何分一人でやってるので、ちょっとお姉さん役を今ちょっと用意できなかったわけですが、顔の動きだけはですね、数日前にちょっと記録してまして、そのデータを使って、今動かしてたということをやっております。その部分だけ別撮りでいいんじゃないのって思うかもしれませんが、先ほど言いましたように天気と連動してますので、今日が仮に雨だった場合はですね、先ほどのお姉さんはですね、雨に濡れてるということになります。で、数日前の別撮りだと、今日が本当に雨か晴れかどうか分かりませんので、こうはいかないんじゃないかなと思います。要は演技するキャラクターの一部分だけを別撮りして、現在のシチュエーションで使うといったようなことが可能になります。で、この辺はちょっとバーチャルならではというところですね。次は、システムの応用例ということで、今回一人で全部やってますが、何もそんなことをやる必要はなくてですね、機材を分散させて、複数人でオペレーションすることによって間違いを少なくすることができます。一般的に、そうですね、一般的にといいますか、出力が NDI、SDI を使ってますので、いろんな放送機材とつなぐことが可能になります。NDI であれば、NDI を開発している本家本元のニューテク社のトライキャスターだったりとか、あとは他社で BeamMix というソフトウェアのスイッチャーがありますけども、そういったものとつなげて使うことができます。あと下はですね、今私がマイクを通して喋って音声が入ってますけども、音声の調整とか、そういったものはちょっとソフトウェア的にやるのはちょっと難しいので、こういったインターフェースを使って調整したりとか、あとはちょっと左じゃないですね、右側のものですが、これがですね、汎用のボタンのコントローラーなんですけども、こういったスタジオですと、なかなかちょっと、タブレットとか、ちょっとキーボードだと、ちょっと間違いが起こったりするので、こういった確実にボタンを押して命令を出すというようなコントローラーが使えますので、こういったものを使った方がいいんじゃないかなとは思っています。システムの用途例ですね。一応放送とかライブ配信とかで、立派に使えるかなとは思うんですけども、この他に面白いのはですね、ビデオコミュニケーションですね。この状態を、Zoom を使って、大規模セミナーをしたりとか、あとは、Teams だと、Teams からNDI の出力ができますので、それをこっちにもらって、このコンテンツ画面の状態を相手に返すということで、中継みたいな、そういったことが実現できるかなと思っております。はい、以上が Unreal Engine のメタヒューマンを使ったバーチャルスタジオの説明になります。アイデア次第でいろんなことができるかと思います。このスタジオも日々アップデートしていきますので、ご期待ください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。さようなら。なんて早いな。